よっしゃ、豚の生姜焼き作ろう。はい、本日はですね、これからの季節にぴったりなさっぱりレモン風味の豚の生姜焼きを作っていきます。材料はこちらになります。まさかね、マイクのスイッチが入ってなかったね、音声が取れてなかったことにね、驚きを隠せずにおるんですけれども、料理の説明させていただきます。今回の料理はですね、これからのシーズン体力をつけるためにね、がっつりした料理をね、いっぱい食べたいと思うんですけれども、毎日そんな料理ばっかりとね、ちょっと胃の方が疲れてくると思います。そんな時にはぴったりなレモン風味香る豚の生姜焼き、いかがでしょうか。湯引きをして余分な油を取って、レモン風味をかけることで、いつもこってりした豚の生姜焼きがさっぱりと食べることができます。また今回使いました黒瀬スパイスなんですけれども、塩コショウで代用可能となっておりますし、時間の方も結構短くできる時短料理となっておりますので、皆様よろしければ一度お試しください。はい、本日の料理は以上となります。この料理役に立ちそうだったら高評価、またチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。
次の動画でお会いいたしましょう。ゴーさんゴームビーゴーでした。Undone. We try to make it right this time.